それでは今回はきっぱりたった5分間で自分を変える方法について解説したいと思います。人生を変えたい方って多いと思うんですよ。でも人生を変えるってなかなか難しいですよね。こう覚えておいてください。大きい変化は小さい変化からです。大きい変化っていうのはハードルがものすごく高いです。そうではなくて5分くらいでできることをぜひやってほしいと思います。皆さんは今の自分に疑問を持っていますか？持っている方って多いと思うんですよ。自分を変える方法がこの本には書かれています。しかも5分でできることばっかしです。聞いてみてできそうと思ったらとりあえずやってみることをお勧めします。5分で自分を変える方法15個について解説していきたいと思います。1個目が処分したい新聞雑誌は中身を見ずにさっと束ねることです。もったいなくて捨てられない人って多いですよね。ルールを決めてください。次の分を買ったら処分するとか、雑誌や新聞の気になる記事は読んだ瞬間に切り取ってスクラップにするなど自分でルールを決めることです。断捨離っていうのは大事です。何を持つかよりも何を捨てるかしっかりと意識してほしいと思います。続いて2個目が冷蔵庫を片付けるってことです。とりあえず取っておくとか、いつか使うかものもので、冷蔵庫っていうのは常に混雑状態です。同じもの買ってしまった経験って皆さんありませんか？賞味期限を過ぎたものだったりとか、食べる勇気がないものは今すぐ処分してください。5分で冷蔵庫の中っていうのはとってもすっきりします。続いて3個目が光るものを磨くってことです。これ僕よくやってます。スマホとかパソコンよく定期的に磨くようにしてます。すごく気持ちいいです。携帯の画面とか部屋の窓だったり鏡など目についたものを磨いてみてください。イチローさんはこう言ってます。磨いたグローブで練習した時っていうのは汚いグローブで練習した時よりも頭や体に残ると、すぐ目に見える結果っていうのは気持ちを明るくしてくれます。続いて4個目が水の流れる場所をきれいにするってことです。洋服のブランドホクシーのオーナーデザイナー前田さんは本でこのように言ってます。私は全てのことを流せるバスルームが大好きだと、いつも綺麗にしていると、それが強運になる秘訣と伝えられています。頭の中も同じだと思います。浮かんだネタを貯めておくよりも片っ端から出していった方がどんどん新しいネタが出ていきます。僕も1日2冊本を読んでその内容っていうのを常にアウトプットするようにしています。5個目が忙しい時はやらなきゃいけないことを全て書き出すことです。皆さんやらなきゃいけないことっていっぱいありませんか？そんな時っていうのはとにかく紙にやらなきゃいけないことをずらーっと書いてみてください。書き出したらその後優先順位をつけてください。そしていつやるかを決めるだけです。そしてそれらを目につくところに貼っておいてください。終わったものから罰をつけていってください。紙に書いていると集中力が出てきて自然といろんなアイデアが出てきます。僕も動画撮影の準備にあたってたくさんの文章を書くようにしてます。皆さんも書くことっていうのは非常に重要なのでぜひ書いてみてほしいと思います。続いて6個目がテレビのスイッチを切るってことです。テレビっていうのはダラダラ見てしまうことってないですか？僕は学生時代この5大リスクっていうのに気をつけていました。それがテレビとスマホと異性とお酒と遊びです。これらっていうのはやっぱしなんとなくやっちゃうものじゃないですか。ぜひこれらに気をつけてほしいと思います。なんとなくテレビをつけてる時間っていうのは結構多いです。あるデータによると人っていうのはテレビに4時間時間を使っているってデータがありました。テレビを見るんではなくて本当に自分がやりたいこと、達成したいことに集中することをお勧めします。続いて7個目が人と比べないことです。人と比べた時点で僕は負けだと思います。理想の自分と今の自分を比較するようにしてください。人と比べるとキリがないんですよ。自分よりも優秀な人っていませんか？底なし沼のようですよ。これを続ける人生っていうのは絶対にお断りだと覚えておいてください。自分のやっていることにぜひ集中してほしいと思います。どんなことでも一生懸命やっていると自信もついてきます。人と比べる人生ではなくて理想の自分と今の自分を比較するようになってほしいと思います。8個目が早起きするってことです。早起きっていうのは最強の自己投資です。カーテン開けて寝るのをお勧めします。僕は学生時代毎日6時に起きてました。みんなが寝ている時とかみんなが遊んでいる時っていうのは差をつけるチャンスです。夜は早く寝て朝起きて仕事をしてみてください。朝の方が集中できます。体の具合もそっちの方が調子がいいです。早起きして早く仕事を終わらすことによってプライベートも充実すると思います。ぜひ早起きをしてみてください。9個目が自分の周りの匂いを変えてみることです。僕はディフューザーってすごく好きです。キャンドルも好きです。リラックスしますよね。いい匂いっていうのは気分を変えてくれます。皆さんは匂いについて関心ありますか？ぜひ関心持ってほしいと思います。お香を炊くでもいいしアロマオイルでもいいと思います。匂いによってやる気が出たりとかリラックスすることができます。10個目
目や綺麗な水を1日2リットル飲むってことです。皆さん水たくさん飲んでますか？人間の体の約 70% は水でできています。水の部分を綺麗な水に変えたら体のトラブルっていうのは解消されやすいです。僕も1日2リットル水を飲むようにしてますけど、この土佐の方も1日2リットルを目標に飲むようにしているそうです。体調が落ちてきた時とか風邪をひいた時も水をどんどん飲むと悪いものがどんどん外に出ていきます。回復も早いです。集中力が落ちてきた時もとにかく水を飲むことです。11個目がお菓子を食べない1日を作るってことです。僕はなかなかお菓子を食べないんですけど、皆さん食べますか？自分へのご褒美としてお菓子を食べるんだったらいいんですけど、日常的になんとなく食べてしまうお菓子っていうのは健康的に良くないです。ダイエットしたいけどなかなかできない人に限って無意識によく食べているケースも多いです。コンディション管理っていうのはビジネスマンでめちゃめちゃ重要です。甘いものを食べ過ぎたりとか脂っこいものを食べ過ぎると肌が荒れたりとか体調は良くならないです。野菜中心で油を極力控えたヘルシーなものを食べてほしいと思います。肌の調子も良くなるし体も軽くなります。そして頭も冴えてきます。12個目が全身を鏡に映すです。これすごいいいなと思いました。僕は全身を鏡に映すってことはなかなかやってないんですけど、ここで書かれていたのが全身を鏡に映して常にチェックすることがとても大事だと。全体の雰囲気だったり体の現状が分かると。鏡で全身を見る習慣があるとちょっと食べ過ぎていたりとか運動をサボって余分な肉がつき始めても早期発見できると。発見できれば早期治療ができると。すぐ手を打つことができるってことが書かれていました。ぜひ皆さんも全身を鏡で映すことをやってみてほしいと思います。13個目がいいところを見つけて褒めるってことです。人っていうのは2タイプいます。皆さんどっちですか？悔しさをバネにクソを頑張ろうとするタイプと、褒められてますます調子に乗ってもっと頑張ろうとするタイプ。多くの方は褒められたら嬉しいと思うんですよ。誰だって褒められると嫌な気はしないです。ぜひ周りにいる人を褒めてほしいと思います。僕は人間関係を良くするための秘訣として昔3つ習いました。それが共感することだと、そして褒めることだと、そして慰めることだ。この3つを守ることによって人間関係っていうのは良くなるんで、ぜひやってほしいと思います。褒めようと思うと人っていうのは相手のいいところを探そうと努力します。続いて14個目が聞き上手になるってことです。別れた後にまた会いたいなと思うような友達の共通点を皆さん考えてみてください。きっとみんな聞き上手じゃないですか。それでとか、それからとか、もっと聞きたいとか、もっと話してとか、彼らっていうのは相手の話を次から次へと引き出してあげることがうまいってことです。聞き上手にぜひ皆さんもなってみてください。15個目がメールは短くです。メールで大事なのは早く返事をすること、そしてシンプルに短くすることです。また誰かと一緒にいるときはメールを控えるようにしてください。それではまとめいきたいと思います。1個目が処分したい新聞雑誌は中身を見ずにさっと束ねること、2個目が冷蔵庫を片付ける、3個目が光るものを磨くことです。スマホとかパソコンを磨いてみることをお勧めします。4個目が水の流れる場所をきれいにすることです。頭の中も同じです。しっかりと学んだことっていうのは誰かに教えてあげてください。出し惜しみして貯めておくよりも片っ端からアウトプットした方がどんどん新しいネタが出てきます。5個目が忙しい時はやらなきゃいけないことを全て書き出すことです。皆さんもやらなきゃいけないことってたくさんあると思うんですよ。その時はとりあえず書いてください。そして優先順位をつけてください。いつやるか決めてください。そしてそれを目に見えるところに貼ってください。終わったものから×をつけてみてください。そして6個目がテレビのスイッチを切るってことです。テレビっていうのはなんとなくダラダラ見てしまいます。本当に自分がやりたいことに集中してほしいと思います。7個目が人と比べないことです。人と比べるとキリがないです。底なし沼です。人と比べた時点で負けているってことを覚えておいてほしいと思います。そうではなくて理想の自分と今の自分を比較して今自分に何が足りないのか、そして足りないところを補うようにしっかりと努力してほしいと思います。8個目が早起きです。みんなが寝ている時こそ差をつけるチャンスです。早く成功したい方は早起きをぜひしてみてください。夜は早く寝て朝起きて仕事をすることです。朝の方が集中できます。体の具合もそっちの方が調子がいいと思います。僕は学生時代毎日朝6時に起きるようにしてました。ぜひやってみてほしいと思います。9個目が自分の周りの匂いを変えてみることです。ディフューザーだったりとかアロマオイル、匂いを変えることによって気分を良くしたりとかリラックスすることができます。10個目が綺麗な水を1日2リットル飲むことです。人間の体の 70% っていうのは水でできています。11個目がお菓子を食べない1日を作ることです。コンディション管理っていうのはビジネスマンも大事です。ご褒美でお菓子を食べるのはいいんですけど、日常的
期のお菓子を食べるのは控えることをお勧めします。12個目が全身を鏡に映すことです。鏡で全身を見ることによってちょっと食べ過ぎていたりとか運動をサボって余分な肉がついているかどうか早期発見早期治療できます。13個目がいいところを見つけて褒めることです。人間関係を良くするためには共感する、褒める、慰めるっていうのが大事です。褒めようと思うと人っていうのは相手のいいところを探そうと努力します。14個目が聞き上手になることです。また会いたいなって思うような優秀な人だったり友達の共通点っていうのはみんな聞き上手ってことです。それでとかそれからとかもっと聞きたいとかもっと話したい相手に興味を持つことをお勧めします。そして最後15個目はメールは短くです。メールで大事なのは3つです。早く返事を出すこと、そしてとにかくシンプルに短くすること、誰かと一緒にいるときはメールを控えることです。この世には変わらないものと変わっていいものの両方があると思います。変わっていいものはどんどんいい方法に変えていった方が人生楽しいと思います。変わりたいと思った瞬間から変わり始めています。目標があると変わるし変わっていく過程っていうのはワクワクします。そしてどんどん新しい自分に出会うこともできます。ぜひカバンに本を入れるのもやってほしいと思います。僕は常にカバンに本を入れるようにしてます。隙間時間とか電車で読むことをお勧めします。この本っていうのは5分で自分を変える方法がたくさん書かれているので他の方法もぜひチェックしていただければと思います。この動画見ていただいて感想とか気づきコメントあればメッセージお願いします。チャンネル登録評価ボタンクリックいただければ励みになりますのでぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますのでぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますのでぜひご登録お願いします。チャンネル登録評価ボタンのクリックをぜひお願いします。